アフガンに凄腕のスナイパーが出没しているようだ。ソ連兵の間では知識クワイエットと呼ばれている。何の気配もなく、ただ獲物を無に返す。すでに何人もソ連軍の要人が命を奪われているらしい。あんたも気をつけてくれ。クワイエット？よいしょ。とりあえずマザーベースに戻ろうかなっと。の前にあのロバたちを捕獲したい。いけるか？ああ、他が逃げられちゃったか。よし、捕獲だ。ゴム弾で眠らせているからな。よいしょ。さて、私をか…なんだ？半機能、傭兵派遣が追加されました。ほうほう、これは前回言っていたやつだな。これか。自動派遣。レベルが上がる。ピースウォーカーと同じかな。では、ヘリコプターで私を回収してくれ。あ、チケット。ああ、前回のでボロボロになってるからな。シャワーが浴びたい。よいしょ、よいしょ。なんか、日常みたいな感じだけど。スネークの一日。ヘリを待つ。こうやって何気なくこう周りを見てるとすんごい綺麗なんだよね、これね。さあ、私のヘリがやってくるぞ。あそこだ。めっちゃ飛んでる。こちら P コード、まもなくランディングゾーンに到着する。はーい。ああ、でね、ヘリの色を変えてあります。あと少し装備もね、ロケットランチャーこの横についてるのがあるんだな。さあ、乗って、家へ帰ろう。じゃあねー。はーい、よいしょ。Extraction arrived at mother base。 はい、ということで皆さん、おはこんばんにちは。オットジャーです。メタルギアソリッド5ファントムペイン、続きをやっていきたいと思います。なんだ。あ、部隊を編成しミッションに派遣しよう。コンバットデプロイメント。おお、派遣するミッションを選ぶ。はい。派遣する部隊を編成。戦力評価。で、敵の戦力評価50。だったらこの E の人たちでも全然いけるんじゃないか。この部隊をミッションに派遣しますか。まあでもこれちょっと CD、ん？いや、これでいけるだろう。はい。Unit dispatched。 部隊を派遣しました。自身の任務を遂行しつつ、派遣ミッション終了のメッセージをお待ちください。ということは、これみんな頑張ってくれてるってことだね。OK。あ、他にも4つぐらいあるぞ。ちょっとみんな仕事に行ってもらおうかな。ローディング中。ちゃんとあれだね、ヘリパイロットのヘルメットにダイヤモンドドックスって書いてあるな。すげえローディングしてる。なんだこれね。今右スティックを動かしてるんだけどね、アイドロイドの動かしてることになってるんだ。そこで操作してるんだね。あ、なんだ。まあそれは大丈夫だ。めちゃくちゃある。全部行かせようか。封鎖部隊突破。敵戦力者、
成功率95。じゃあこれもまた E の人たちにお願いしようかな。やれるな。戦力評価69上回ってるから頼んだぜ。でも敵こう書いてあるもんね。いい、我々が 6人に対して部隊数が相手23って書いてあるからこれいけるのかっていう、ちょっといけるのか試してみたいから頼んだ。医療支援、出撃可能な部隊がありません。 FOB 前線基地を増設することで増やすことができる。あ、そういうこと。え、あそういうことか。うん、分かったぞ。現状は2部隊までしか出せないということか。だからこの人たち2人が終わったら、2人というか2つの分隊が終わったら次が出せるというわけね。 OKOK、 じゃあまあとりあえずお願いしよう。で、マザーベースへ戻るぞ。めちゃくちゃ増えてるベースデプロイメントプラットフォーム。最高。シャワー浴びたいシャワーが浴びたい。シャワーだ。さあだいぶ、よいしょ、うわ、たくさんのプラットフォームが増えてでかくなってきてますね。ダイヤモンド落ちてないかな。落ちてないね。結構回収してるからね、さりげなく。あそこにあったぞ、今見えた。みんなあ、ほら、あそこ、あそこ、あそこ、ちょ、回収しようかな。はい、出迎えてくれると嬉しいな。ただいま。お帰りなさい、ボス。はい、ただいま。はい、あーすっきりした。はい、ロケット一緒に洗っちゃってよかった。なんだこれは。ポスターがゲッチュ。戦闘支援が必要ならご指示ください、ボス。みんないい子だな。そこ上行けるか。ダイヤモンドをとりあえずゲットしよう。ボス、警告をつけてください。待て。上上がって、よいしょ。あ、そこにもダイヤモンドじゃない、何か重要そうなものがあるぞ。エンブレムパーツ、フロントダンボール箱。エンブレムですね。そうか、そういえばみんなにエンブレムを見せていいの。これどうやって向こうが行くの。まだ建設中だから行けないってこと。なんだと。あお、そこから行けそうだったね今。ちょっと待て、どう登って、お、ここから行けそうじゃない？行けないかな。いや、行け、行け。あっ、勢いで降りちゃうな。待って。よし、ダメか、いけないね。よいしょ。さてと、ここにはマークがないか。あー、リザルト画面で、リザルトじゃないな、装備を選ぶ画面で見れるかな。とりあえずじゃあ次のミッションのブリーフィングを聞こう。ミッションリスト、Please select a mission. 装甲部隊を強襲せよ。ボス、反政府ゲリラがソ連軍に対して攻勢作戦を発動する。その間、増援に向かうソ連軍車両部隊の数を可能な限り減らしてくれ。排除した数が多いほど報酬は加算される。だが一台も排除できなければミッションは失敗だ。時間内に何台の敵戦闘車両を排除できるか。ボス、腕の見せ所だ。とにかく破壊しまくれってことかい。前回のその戦車で全く破壊できなかったっていうね、私ありますから、ちょっと
頑張って破壊しに行こうかな。じゃあさあ迎えに来てくれ。はーい、戻ってまいりました。さてと、あ、なんだ、報酬を受け取りましょう。リワード、あ、これか。成功報酬 GMP が5000、5万だった。今ちょっと見てなかった、あとスタッフは1人、レベルアップ。あ、こういう形でもらえない。レポート、おお、志願兵だな。で、ミッションのコンバットからまた行かせるというわけだな。人材募集どうしようかな。医療支援、技術、人材、よし、これで行かせようか。いってらっしゃい。で、また私はミッションに行けば問題ない。装甲部隊を吸収せよ。行くぜ。待て、ブリーフィングを聞こう。ちゃんとボス、反政府ゲリラがソ連軍に対して攻勢作戦を発動する。その間、増援に向かうソ連軍車両部隊の数を可能な限り減らしてくれ。排除した数が多いほど報酬は加算される。だが一台も排除できなければミッションは失敗だ。時間内に何台の敵戦闘車両を排除できるか、ボス、腕の見せ所だ。はい、ということでね、C4 とかロケットランチャーとか持っていけるものだけの爆発物を持っていかないと、装甲車両なんてね、銃なんかで破壊できるもんじゃないからね。グレネードランチャーとかもあるのか。現状このね、グルム11型ランチャー、威力アップできる、威力アップできるな。こいつを威力アップさせた方がいいんじゃないか。あと C4 とか、 C4 も威力アップかな。地雷とかはないもんね。あ、しかも医療班ができたから、あれだね、お薬も作れるようになったな、ファントムシが。よし、じゃあロケットランチャーを強化して、はい、18分かかる行ってる途中にできるかな。あとは、C4 は、あ、すぐ作れるな。C4 開発、装備しよう。あとは対装甲、地雷か、これだな。18分かかる。グレネードランチャーはどうだ。あ、すぐ作れるな。グレネードランチャー作ろうか。こっちもグレネードランチャーだね。あ、威力こっちの方が高いな。シングルショットグレネードランチャー、こっちはケースレスグレネードランチャー、一回撃ったら終わりみたいなタイプのやつ。あ、今一個作ってるから大丈夫だろ。よし、これで行くか。それとちょっとヘリの威力強化できるなら強化しときたいかな。その方が何かあったときは。いやー、ないな、これはないぞじゃあミッション受けていきたいと思います。行こう。危険、どこから行く。ここから行く、ここから行くか。ヘリングトゥアフガニスタン。今回はもうね、戦うこと前提だから。よし、ロケットランチャーとグレネードランチャーでしょ。でセカンダリー麻酔銃じゃなくて、もう完全にちょっと私は今回戦いに行こうかなと。拳銃、待てよ、一回ちょっと戻って、サブマシンガンか。サブマシンガンか。
これだね。リボルバー持ってこう。あ、18分かかる。持ってけない。なんなんだ。サブマシンガン、サブマシンガンにする？ハンドガンにする？集団性能、うん、サブマシンガンにしよう。オッケー、これでいける。 Please select a mission. Mission accepted. Heading to Afghanistan. さーてと、装備しますよっと。サブマシンガン、はい。戦う気満々だぜ。ってことは、服もちょっと防御力高そうな、これか、スニーキングスーツと言いながら戦うやつ。バトルドレスみたいなのがあればいいんだけどな。こっちの方がいいってことか。じゃあこの装備で、はい、行くか。行くぞ、行こう。すごい、今回は完全に戦いに行く感じだ。たくさん破壊しろって言って。待て、俺 C4 あれ。C4 あれ、装備してあるよな。ああ、多分装備してある。あれだったら要請すればいいし。さあ行くぞ。バックアップ、バックダウン。さあやってまいりました。できる限り多くの敵戦闘車両を排除するんだ。本ミッションは反政府ゲリラ構成作戦のバックアップ。よってその作戦終了次第本ミッションも完了となる。残り時間に注意してくれ。了解。よいしょ。時間内に1台も排除できなければミッションは失敗。またクリア報酬は排除した数で増加する。素晴らしい。派手にかわしてやれ。まず一つ考えてるのは、ターゲットの位置はマップで確認してくれ。増援も確認してくれ。位置情報を端末に追加する。 C4 を車両が通ってくるでしょ、道の途中に仕掛けておいて起爆する。ティラストー行くぞ。ほっ。いやー、どこだ目標。全部遠くない。オッケー、この先に来るだ。A の方が近い。あぶね。よし、隠れながら馬が走ってるだけです。オッケー。前から来るね。左から来る方が早いと。じゃあここで仕掛けるか。ほっ。ボス、情報班より連絡だ。ターゲットが移動を開始したらしい。本当に？その予測ルートを端末に送った。マップを確認してくれ。3つ。よし。で、ロケットランチャー装備して。オッケー、ターゲット移動開始したね。とりあえずはこっちだな。さあパーティーになるぞ。これはピラスト、そこ危ないから移動して。オッケー、さあ来たぞ。ファーストターゲット、爆発準備 OK。 来たぞ。はい、3、2、1、はい。よっしゃ、次を頼む。分かった。よし、クリア。新しいターゲットの情報だ。え、ターゲット予測経路を端末で確認してくれ。あ、その何台も出てくる感じ。何回でも出てくるってことね、こう時間以内だったら。普
通にロケットランチャー当てちゃった方が早いのかな、これな。前から来るでしょ、これ。よいしょ、構えて、あ、どこだ。もう少し前か。地方一つで破壊できるかな。構え、待て、一発は壊れないね。もう一発、待て、壊れないね。さらに撃て、壊れないね。4発目ドン。4発か。まだいけるか。ボス、いいぞ。ターゲット排除は順調。了解です。さてと。ボス、捕虜を移送している4人駆動者が確認されたようだ。何？ミッションの目的とは異なるが、この捕虜の救出は可能か？余裕があればいい。おっと、完全に倒すことしか考えていない装備だけど、救出できるかな。離れていろ。ここの先だな。隠れて、こっちおいで。そうそう、怖い、もう少し待って。警戒してるぞ。ほっ、リロード、もう一発やるな。だろう。また別のターゲットが近づいている。どこに救出はあれか。だから弾を要求ってか要請して、ここから移動しよう。どうどうどう、よし、前からまた来てるね。このままじゃ破壊できないから、こあれか、今光ってる。お、降りてる降りてる。よし、さあフィラスト行くぞ。そうだな、後ろから来てるから、この橋で目に入ろうか。落ちてくるのに合わせてね。これはそのまま、おお、取れるのか。すごい。さあ、あそこにいるんだな。よし、あっち行ったまさかのあっち行った待ってくれ。さて、ほっ、よし、さて下ろして、あ、今回収してる。そう、一つやってみたいのはくっつけて、くっつけて。助けた捕虜が情報を持っていた。敵が秘匿している車両の場所が分かった。ほう、端末で確認してくれ。了解。さーて、前から1台来るでしょ。こいつそうだな。ありゃー、この角度で降りろ。あ、遠い。ちょっと待って、作戦失敗、作戦失敗だ。リロード、逃げられるぞ。お、痛い痛い痛い。4発当てなきゃいけないな。お、当たらないな。ヒラスト、
はっ。やばいぞ。くー、警戒されてる。すごい勢いで逃げられてるな。お前らに構ってる場合ではない。ああ、逃げ足の速い。やばい。外してるね、これね。おっ。よし。了解。あー、6分50秒。ボス、武器は足りてるか。ソ連軍の武器輸送トラックは。何それ。かなりパワフルな武器を積んでいるようだ。本当に。どうだ、奪ってやるか。あかん。このまま行くと見つかっちゃうから。あれか。走りながらはさすがにきつい。よし、さあ奪おうか。ターゲットがミッション領域を利用。よし、二人。ターゲットだ。ちょっと違う、フィラスト、お前じゃない。ほっ、何が積んであるんだ。おお、強そう。この先には逃げられたか。この強そうなので一気に。ジャベリンじゃないこれ。ミサイルだね。ロックオンして上からズドンタイプのやつじゃないか。違う。とりあえずあの残り2台は絶対に倒す。いいぞ。何？リロード。いや、溜まってる場合ではない。フィラスト避けろ。よし、ジャンプ。オッケー。まもなく反政府ゲリラの攻勢作戦が完了する。モス、まだ時間はある。1台でも多く排除してくれ。わかった。前方から近づいてきたね。オッケー、こっち。おっ、500m、 そろそろ見えるはず。ロックオンできるかな。まだロックオン距離ではない。ちょうど見えないんだね、これね。ここかな、ここら辺で。ターゲットロックオンファイヤー。ボス、ターゲット全滅まであと少しだ。ファイヤー。よし、あと1台。敵の増援が止まった。残りターゲットなし。ああ、逃がしたからか。わかった。すごかったな、離脱エリア遠い。マーカープレイス。このロケットランチャーすごい強かったな。よしよしよし。めちゃくちゃいる、めちゃくちゃいる。右を左、左側抜けて。よっしゃー。いやー、この装備が欲しいです。車両破壊にはもってこいだ。よいしょ。オッケー。
Exfiltrated hot zone. Mission clear. Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Mission 完了だ、ボス。B、そりゃな。OK。レポート？俺たちに野生動物の保護を依頼してきた NGO なんだが、動物の受け入れ準備がまだ整っていないらしい。ほう。やむを得ず、動物保護プラットフォームを建設した。おお。動物たちの飼育費も含め、費用は向こう持ちだ。ああ、よかった。気になるようなら、ヘリで行ってみるといい。はい。エリートソルジャー。助けたやつか。おお、素晴らしい。だんだん、なんだ。余裕があれば、マザーベースにも顔を出してくれ。ああ。スタッフたちも、あんたの帰りを待ってるしな。わかってるぞ。士気が上がるしね。何これヘリで帰ったことになるの？多分そのまま続いちゃうんじゃないかな。俺そこにいたからね。よーし、あれじゃないか。派遣ミッションに出してる人たちが、あら、戻ってますねこれね。ボス、ある科学者が東側からの亡命を希望してきた。ほう。名前はエメリヒ。エメリヒ。そう、俺たちがヒューイだ。ヒューイと呼んでいた男だ。ヒューイエメリヒ。奴は9年前マザーベース襲撃に関与した疑いがある。何？サイファーに加担したんだ。嘘だろ。あれからずっと奴との再会を待っていた。ボス、エメリヒの望み通り奴の亡命を手伝ってやろう。わかった。久しぶりに会えば思い出話は尽きないだろう。ちょっと数怒ってるよね。エメリヒは今セラク発電所に来ているらしい。おう。接触のチャンスだ。ボス、セラク発電所へ向かってくれ。エメリヒか。よいしょ、ただいま。まずはシャワー。あーあー、綺麗になった。よし、ポスターゲッチュ。おかえりなさい、ボス。はい、ただいま。さてと、リワードが来てるぞ。お？損害？なんだと？失敗したのか？お、志願兵が3人も。で、Clouds approaching. Please select a mission. 彼らをミッションに出すか。Unit dispatched. Unit dispatched. OK。で、マザーベースの？射撃訓練って書いてあるだけだな。ヘリコプターを呼んで。Please select a landing zone.ACC に戻るか。あ、ここにあるね。エメリヒ接触。このミッションを受けに行くか。エメリヒに会えるのか、本当に。さあ来い、俺を回収してくれ。なんだ。お、DD、 DD、 一通り押し込んでおいた。あとはあんた次第だ。でかくなってる。 DD、 ノー。おお、やったぜ。DD がでかくなってる。連れて行ってやってくれ。ああ、
大丈夫なのか、まあ、お前が言うならね。おほほ、しかも右目にちゃんとパッチが。よっしゃ、行ってきます。ディディ頼むぞ。え、どうしよう、もうね、D ホースにピラストって名前つけちゃったから、 DD の名前はどうするかだな。あD ドック、ノールにしようかな、名前な。酒井って言ったらさすがにちょっとこう全国の酒井さんに失礼だよね。おう、その鼻で周囲の敵や捕虜を感知マークすることができる。ほう、敵拠点への潜入に役立つはずだ。また地雷と薬効植物の匂いも覚えさせる。すごい。 D ロックが知らせたらマップを確認してみてくれ。わかった。じゃあ早速ね、ミッションリスト。 Please select a mission. これじゃないな、サイドオプションで、オプションじゃないな、オプスでエメリッヒに接触してみよう。ランディングゾーンどこ？遠い遠いよこれ。だいぶ遠いな。これミッション普通に進めていった方がランディングゾーンが増えてくんじゃないか。ミッション not accepted。 ミッションリストから、あだね、次のミッションを受けて、いやこれは普通に行った方がいいのか、遠い。わかった、行こう。 Please select a landing zone. んー、抜け道はなさそうだから、あれだね、ここからもうずーっと行ってここに行くな。よし、 Heading to Afghanistan. お、高い層にある。変更してあれか。あー、 D ドックいる。プライマリーウェポンをゴムにして、セカンダリーをマス以上に変えよう。サポートウェポンは、まあ、とりあえずこれで持っていっちゃおうかな。バディ選択 D ドック。敵兵士を足止めすることは可能。素晴らしいな。じゃあ今回 D ドックを連れていくか。でスーツをどうしようかな。今回はじゃあブラックオーソロットで行こうかな。さあ行くぞ。ロケットランチャーいらないかな。ロケットランチャーはいいか。最高、出撃だ、行くぞ。まさかのサイドオプスにね、エメリッヒに会うのが。おお、 D ドックいる。一緒に乗ってくるんだね。かわいいな。よいしょ。ちょっと長い旅になるぞ。まあ作戦としては D ドックと一緒に、監視所を制圧しつつ、あれだね、乗り物を確保して、で車に乗っていく形になるかな。ナイトビジョンも装備できるような人が来た。どうかお気をつけて。はーい。おお、野生動物を感知。足止めしろ。おお、 D ドッグがあそこにいる野生動物を感知してくれてるのか。あ、なにこれ。よしよし、よしよし。あ、なにこれ。ヒューイ。まさかのヒューイ。名前はヒューイで決定だな。ヒューイ、行くぞ。めっちゃかわいい。よし、まずはここまで移動しようか。でトラック途中で見つけたらいただきましょう。さあ行くぞ。ちょうど夜だね、よかった。ブラックオーソロットスーツは夜の方がカモフラージュ強いんだ。一緒に走ってる。
かわいいな。よしよしよし。お、明かりがついてるぞ。乗り物がなさそうだな。ディディ。ディディ。足止めしろ、待て。さて、じゃあちょっと DD とどんな感じで連携できるか試してみようか。謎の練習だ。ソナーを使う。うなってるな。近くに敵がいるって。ナイトビジョンオン。いるね。お、あれ、俺のソナー必要ない感じ。 DD がマーキングしてくれる。便利すぎる。よし、随分と能力者高いじゃないか。 DD 待て。ヒューイ待て。さてと誰かな。まずは奥のやつから行くか。暗いね。ほっほっ。この距離はいけるか。近づいてくれるかな。ほっ。よし、さあ DD 行くぞ。やつは足止めできるか。おお、いい子だ。ほっ、素晴らしい連携プレー。よっしゃ、回収だ。いい子だ。よしよし、できない。あ、できる。いいぞ、いい子だ。ヒューイ、よし、ここは制圧完了だ。回収する。了解だ。よいしょ。ほい。オッケー。で、これも回収しちゃおうっと。了解、回収する。DD、素晴らしい。マーキングをつけてくれるのはすごい助かる。で、こいつも回収。バーディってすごい重要だね。 D ホース、まあフィラス等もね、移動には最高なんだが、潜入するにはヒューイがいた方が助かるね。さてと、ここのマーカーは OK として、あ、ここに街があったな。この街で乗り物があればいいんだ。よし、行くぞ。ヒューイ、移動開始。お、アブシャハフ遺跡。周囲がうなってる。なんか近くにソナー範囲内にはいないな。何？スナイプ！あっぶねえ。スナイパー？どこだ？超遠くだ、あの遺跡、あそこだ。周囲はこれにうなってたの？やばいな。あそっから狙ってる。あぶねえ。なんて腕だ。どうしようかな。お。Development project has been...
エピソード11、静かなる暗殺者。え、急にエピソードが始まったってことか、これ。大丈夫か、ボス。なんとか。まさか例のスナイパー。クワイエットか。クワイエットか。静かな衝撃手、クワイエット。どこにいる？ボス、目的はあくまでエミリッヒとの接触だ。スナイパーの狩り場を抜けてセラク発電所へ向かうんだ。え？どこ？ちょっと待って。もうヒューイがそこにいるってこと。ほっ！よし。ヒューイにくっついていこう。でもスナイパーを排除せよって言うから近づければあれか。見える？あ、見えるぞ。いるな。ん？おい、鼻歌歌いながら俺を狙い撃つとはなかなか。やべ。やるじゃないか。え？俺もスナイパーライフルを持っていればな。よし、ここからだったらいける。ヒューイ、先に安全を確認してくれ。あー、ここは見られる？気づかれてない。よし、気づかれてないぞ。後ろから近づけば。めちゃくちゃ怖い。ゆっくりゆっくり。あ、やばいやばい。よし。ああ、ここからどうやって。よし、バレ。だいぶ近づいてきたね。オッケー。見えてないはずだ、ここは。オッケー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 。歌ってるな。ヒューイに足止めできるかな、ヒューイで。こっちから。どうした？誰かいるか。こっちは見てないよな。よーし、バレてない。このまま回り込もう。コーション、お、サンドストーム来た。近いぞ、もう 100m 切ったからな。後ろが近づいて CQC？ お、ナイトビジョンの電源が、電池が切れた。これはどうやって登るんですかね。あれ、切れ目とか。朝どうやってあそこに登ったんだ。いや、違うな。どうやって？スナイパーが姿を消した。何？マークを外されてはどこに潜んでいるか分からん。警戒を怠るな。ダメだな、これは倒せそうにないな。もうエメリヒのとこ行こう。ターゲット予想範囲が、でもあっちに出てる。この砂嵐の中じゃ俺を狙い撃てまい。マーカープレイス。確か。ボス、気をつけろ。何？そこは敵艦の車線がクリーンだ。迂闊に出れば。的にされるぞ。この砂嵐じゃなかった瞬間に。抜けられるはずだが。よし、このまままっすぐ行けば。
出してくれ。わかった。ふぅ、排除できるあれが、あの面接下がったぞ。あれ一体何だったんだ。よしよし。よしよし。抜けたってことか。あのスナイパー強そう。クワイエット。さあ次の目標地点はあそこ。ついておいで。誰かいるかな。いたね。もう一人いるな。その後ろにもいない。Analysis complete. ずいぶんと固まってるな。ん？車両がある。あれだ、あれに乗ってこう。さあ、ヒュー行くぞ。The map has been updated. やつらを。ゲットする。だいぶ近くまで来たな。ナイトビジョン。そな。ディディ。エネミープレゼンス detected. The map has been updated.Analysis complete.ええか。優秀な兵士だな。みんな別れたから。待て。待て。待て。いい子だ。かわいい。ないが、オッケー。やばいな、こっちへ行く。さあどうする。逃げるんだ。ほっ、私だ。リロードして、次はお前。ほっ、え、上にいるのは眠らせちゃうか。当たる。ほっ、オッケー。さあ、DD、行くぞ。足止めしろ。あら、登ってるな。ちょっと、ほっ、オッケー。ああ、ヒュイスタンしてる。まさかの上から降ってきた当たるとスタン。ちょっとそこで温まってなさい。よいしょ。うん、おっ、すっげえ、それ痛いやつだろ。あ、もう起きてる。9わ、よく眠れたか。はい、回収して、よいしょ。で、車に乗ろう。受け取った。あとは任せろ。よし、車両を確保したぞーっと。どうぞ。ほっ、ヒューイちゃんと横に乗ってる。
と、ここが最後、一回全マーカーを消して、で、ここあれ行くぞー、出発。いやー、ヒューイと一緒にドライブだ。道はどっち、こっちからでも行ける。ただ監視所があるはずだ。どうやって行こうかな。乗り物だったらバレちゃうから、あれか、制圧しちゃおうか。1人、2人、あ、3人。 Analysis complete. A、 Analysis complete. 評価高い子多いね。とりあえずあの真ん中の人は絶対確保しよう。さあ、 DD 行くぞ。よいしょ。オッケー、気づかれてないね。ゆっくりと登って、やばいやばい、こっちへ来る。気のせいだ、気のせいだよ。危ない、なんかちょうどなんかつまずいて、足止めしろ。オッケー、危なかった。ナイフ食らいそうになったけど、なんかギリギリ当たらなかったな。ギリ、やつは足止めしろ。回収する。よし、了解だ。はあ、ナイス。開け、仲間はどこだ。どこだ。開け、開け。車両の来る音が聞こえる。資源を回収して、来てるな。了解、回収する。いい子だ、ナイス。兵器を、兵器まで分かるの。ほっ、足止めだ。はい、どうも。なんか情報持ってるね、仲間。どこだ。はい、オッケー。回収しちゃおうね。オッケー。後ろに兵器を積んだ。受け取った。あれ？お任せろ。はい、こいつに乗っていこう。あら、これだとヒューイと一緒に乗れないのか。車で行こう。さあ、乗るぞ。ここを右に曲がります。そうだった、ガトリングを回収しておかないと。機銃ゲッチュ。オッケー、さあ行くぞ。だいぶ近くまで来たね。
さあもう少しね。またか。行くぜ。Enemy creep detected. The map has been updated. すぐそこにはいないみたいだな。あ、いる。出てくる音がいいね。シュポッて。Analysis complete. 向こう側か。Analysis complete. お、びっくりした。今ヒュー飛んでったかと思ってた。よし、面白いことを考えた。Не нравятся мне эти рапорты про атаку тяжелой техники. Да, понимаю, о чем ты.Мы что, должны искать? Мате, надо хай. Ush. D.A、C、回収、この二人。よし、ここも制圧した。物資があって。そこにあともう一つ物資があった。ゲッチュ。あ、車乗っていこう。さあ行くぞ、ヒューイ。サイドオブス。さてと、どんな感じ？いるね。Analysis complete. 正面には敵一人。あの上上がれるかな？ヒューイ、上から行こう。どこか登れるところは。登れない。これは登れないやつ。うん、そんな気がするな、これな。さすがに登れないだろ、これは。左側から行こう。まずは偵察をして、あら。スポットライトなんてつけちゃって。さて、上から行くぞ。ダメこれ。ダメかこれ。ダメだ。ヒューイ普通に登ってる。よし。助走つければなんとか。危ない。オッケー。右の底からも行けるな。セラク発電所に来た。来たぞ。エリヒは施設北端のゲートの向こう側にいるはずだ。ほう。その奥で何をしているかは不明だが。そうだな。近づけるか。あの子能力 A もあるっていうか、うん、麻酔銃をあ、近くにいる。一回補給を呼んでおくかな。ここでよし。ヒューイ行くぞ。一緒について行って。
Supply drop complete. よし、二人は眠らせた。弾を回収しよう。よし、いいぞ。尻尾振っちゃって。さあ来た。よしよし。さて、二人は眠らせたかな。結構遠くにいるもんね。Analysis complete. Analysis complete. 回収してっと。まったくビールの飲みすぎだ。よいしょ。多分バレないだろう。了解、回収する。よし。Analysis complete. Oh, A class. 回収する。了解だ。強い子がたくさんいる。ヒューイが優秀すぎて周りの敵をほとんどスポットしてくれるからな。さてと、あの人はヘルメットをつけているな。顔をうまく近くで当てないとダメだな。ここらへん？ほっ、あれ、ほっ、あれ、もうちょいした、あれ、ダメか、ダメだ。ヘルメットがついてるだけでダメなのか。でも気づかれてる。ここらへんを、はい、これで時間差で眠るだろう。また近くにいたな。やつはヘルメットかぶってるか。かぶってない。やばいぞ、こいつは目がいいな。届くか。足止めしろ。足止めしろ。いい子だ。よし、影に持ってこ。よし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 。やばいね、夜が明ける。ちょっと話をしようじゃないか。ハケ、仲間はどこだ。はどこだ。The map has been updated. よし、眠らせとこう。頭はヘルメットでダメかこれ。どうしたものか。向こうに持ってって回収しちゃおうか、あいつらと一緒に。ただもうこの明るさだと見つかる可能性があるな。はい、回収しちゃおうね。いい子だヒュー。よし、受け取った。あとは任せろ。ああ、頼んだ。さてと、施設。ターゲット予想範囲、そこ？この中とかじゃなくて。回収する。了解だ。建物の中調べてみれば。ああ、アイテムがあるね。ダイヤモンドは転がってないか。よいしょ。では前進しよう。Analysis complete. おお、またスキルが高いね。嘘、届くか。そこ。よし。Analysis complete. 右から上がって。
気づかれるだろう。どうしたってね。止めろ。居眠りしてると思ってるかな。よし、ディディ。ヒューイ、よくやった。話は聞こうではないか。仲間はどうだ。まず向こう側に見つかると厄介だからな。引き離して。ほっ、オッケー。何、今のうちに貸しよう。砂嵐来たぞ。サンドストームだ。よし、アラバイになるんだ。行け。はい、回収できるかな。いや、大丈夫そうだ。あっ、どっか飛んでっちゃったってこと。悪天候下でのフルトン回収の成功率を上げるなら新班を育成するんだ。了解。さあ、ここだな。開けるぞ。よし、ここをこうやって。オッケー、開いたぞ。なんだこの洞窟は。何？おー、びっくりした。後ろにたくさん兵士乗ってない？え？ちょっと待って、あれ。メタルギアレックスじゃないのか、あれ。お。変更は決定事項だ。こいつはまだ動かせない。遠隔操縦や AI 制御は実用段階になっていない。 AI は誰も欲しがらん。10年前のコールドマンの件があるからね。ああ、ただ有人機にするには姿勢制御の改良が必要なんだ。おお。僕も急ぎたいよ。でも完成にはまだ時間がいる。解析完了。やはりそのことビッグボスの救助。やはりな。ああ、バレてるよ、エメリヒ。私から逃げる気だな、博士。ああ、このシーンは返してもらう。漏らしてる。この僕を始末するのか。サヘラントロプスは私が引き継ぐ。いいか、私は闇の住人だが、貴様のような腐った男と一緒にされたくはない。裏切り者め。いずれ仲間たちから罰を受けるがいい。おお、なんだセザー。基地へ連れて行け。了解。ではエメリヒをベースキャンプに送る。直ちに起動する。エメリヒバレてる。まだ使い道は残っている。もうあの突き落とされるのがピースウォーカーの時と同じだな。車椅子の次はなんかすごい強化アームみたいな。ああ、隠れてるぞ。
おお。メタルギアっぽいのが入っていった。どうしよう、今回の作戦。エメリヒは助けられないぞ。裏切りの容疑者ヘルバウンド。おう、サイドアップコンプリートド。ボス、間違いない。さっきの男がエメリッヒ、今回の回収ターゲットだ。洞窟の奥に消えた兵器、一緒にいた男。アナリシスコンプリート。エメリッヒが何らかの答えを持っているはずだ。アナリシスコンプリート。ターゲットはソ連のベースキャンプに移送された。ほう、場所をマップにマークしておく。どこだ。ベースキャンプに向かってくれ。ここか。よし、今回ね、時間がちょうどいいのでここまで。次回はエメリッヒ博士を回収しに行きたいと思います。お楽しみに。ほんじゃ、またな。